それではエントリーナンバー1番飯島海さんの告白です崖のす。崖の海ちゃんあるところに料理の仕事をしている海という女の子がいました海ちゃんはふと「料理も楽しいけど私にしかできないことがやりたい!」と思うようになりましたそんな時声優さんの舞台を見に行くことになりました かなり魅了された海ちゃん声優の学校に通い無事に事務所に入ることができましたよしこれでアニメや吹き替えの仕事ができるぞしかしすぐに仕事が舞い込んでくるわけでもなくレッスンに明け暮れる日々が続きますこれじゃとてもご飯を食べていけないや海ちゃんは料理の仕事を続けながら声優の少ない稼ぎを補っていました 毎朝7時にお店に行き声の仕事がある日は始発でお店に行って働くこともありましたしかしそのお店には問題がありました「料理がまずい他に誰もいないからあなたを雇っています」オーナーの心ない言葉で従業員がみるみる減っていきますそんな言い方しなくてもいいじゃないですかさすがにひどいそれなら あななたも明日から来なくて結構ですえクビオーナーと意見が合わずその日のうちに仕事を失ってしまい突然収入がなくなってしまいました声のお仕事もないしこの先一体どうしたらいいんだろうそんな時海ちゃんに一通のお知らせが届きます崖 <laughs> っぷち声優オーディション この先私は何にもなれないと思います